小曲集の方に目を向けてみますと、私もこれ恥ずかしながら知らなかったんですけど、第1週が64から67年というと、43年生まれたから21歳から24歳、さっきのバイオリンソナタ1、2番と近い時期ですね。近い時期、ステージの上に6567、全く同じ時期ですね。そこから16年飛んじゃうんですね、第2週っていうのは。16年も飛ぶっていうのはちょっとびっくりというか、一体どういうつもりだったんだろうというか、忘れていたのか置いておいたのか、どうなんこれはちょっと知っておかないとなあという、その間何をやっていたのかというかな。その後2週からは1983年だから40歳ですね。40歳から3年後が3週、まあ終わった年だけ見ると2年後が4週、2年後5週、2年後に6週、2年後7週、1年後に8週、2、3年後に9週、2年後に10、2、3年ごとに出てますね、順番に。こうなるともう非常に定期的に作っていたっていうふうに言えると思うんですけど、1だけが全然別個である、これを我々はやっぱり知っておかなければいけないと思います。コンチェルトを弾くためにこれを勉強しなきゃと私は思い立ったわけなんですが、ところがちょっと正直言って表紙抜けって言っちゃったらいけないんですけれど、ピアノ協奏曲が1668年にできているのか、1907年まで数字の回って何のこっちゃか、何のこっちゃか分からん、1868年だそうです。だからブレイク25歳の時にこれは大成功するんですって。これでもうやっぱりもう大音楽家だっていうことを、それを世の中にしっかり認められてるっていう話でした。そうなんですね、68年で今の叙情小曲集が6、そうだから一周の直後、あるいは同時期に、まあ大きな曲だと何年かかもかかって書くでしょうから、この一周と同時期に書かれていたということを言っていいと思います。これは、商売ですね。ここに書いてなかった。1967年に結婚ってことは、結婚するその直前、その時期にちょうどこの第一集を書いていたっていうことも、結婚前ですね、ギリギリ。で、叙情小曲集第一集を1867年に出版ってことも書いてあるのか。これ飛びすぎてて分かんないや。1868協奏曲が成功して、とにかく成功するとなんか新しいお家に、逆に成功して調子に乗るというよりか、なんか田舎に家を建ててみたいな、なんかそういった言葉があった気がしたんです。1907年に没するっていう、まあですね。とにかくこの第一週だけが別物だっていうことを確認したかったわけなんです。18、64、20歳ってことは、もうやっぱりこういうのは全部留学終わった後ですね、19歳で卒業して帰ってきてるっていうことで、20歳以降はもう自立して自前のっていうのかな、そうですね、叙情小曲集は全て、留学以降に書かれたということじゃ一応確認今できたわけです。で、さて、そろそろちょっと音を
第3問、そうっていうのは酸欠ですね。あ、そのままで、後で、はい、第3問が上にあるっていうのも一応知っておくといいかな。だから第3音っていうのは音楽でね、なんとか音ですね。そう、第3音っていうのは漢字で名前がついてて、超を決定する性格音、キャラクターの音っていう意味での。だからこれが低いと、善良な人だった印象がありますね、グリークさんが。今日ざっとしか見てないけれど、彼の略歴、生涯とか、ね、カエルの人形と、カエルの人形をポケットに忍ばせて、子豚でしたっけ、子豚の人形と一緒に寝ていたというおじちゃんですという、そういう本当にそういうのが 見える、その無邪気といいますかね、ですね。ずっとこの下に B の、主音ですね、これがずっと長く2小節にわたって4拍、4分の2拍子だから1と2、
ドミナントトリカの TDT という4小節で合わせて落ち着いているんです。ちょっと省略しちゃいましたけど、こんなもんです。言ってみるとバッハ風にやるとトリカドミナントというわけで、2小節、4小節1段で、まあ1つあるわけですね。もう一個綺麗なのは A フラートっていう和音に対しての中に外ミっていう音はないんです。2小節目このファって最後に行き着く音の前でソの音とミの音とくるくるっと上と下と回ってファに落ち着くっていうのは、これ刺繍音って言っていいような気がするんですけれど、刺繍のようにこう上と下と縫ってそれでもう落ち着くっていう、ぶつかってる音っていう意味合いで、意味でもイオン的な、イオンっていうのはぶつかってる音、どうぶつかってるか非常に複雑なんですけど、これ、まあ、これがすでにドとソで12度、これってぶつかってない音だと思うんですけど、これが
ですね。ここは私はゲーモール、トタン調だというふうに、まあ、解釈をしようとしてますけれど、もう一個その証拠に左手のでもないし、やっぱりいずれ3段目になるとファのシャープ1回ここで現れます。現れるんです、ファのシャープ。だけどこれもまた微妙なところで、メンデルスゾーン36曲今まで弾きましたけど、こういう音はないないです。あとグリックさんの作曲というか、どうでしょうね、1段目から2段目にいきなりS ブア長調だったものが何の予告もなしにパッと2段目で、何調かよくわからない、多分ゲームオールかっていう予告なし転調です、はい、これもこの人の癖というか、あるいはこれがこの予告なしでもポッていっちゃうっていうのが割と斬新っちゃ斬新なのかもしれませんし、そんなこともちょっと考えて、います、です、ですね。
白夜とかじゃなくて夜と昼はあって、そうですね、それは見なかったんですけど、あとバイキングの博物館、バイキングが有名ですね、はい、ですね、あのさっき歴史の勉強してたらバイキング時代って、ね、やっぱりこういう角が生えてるわけですか、そうそうそう、その当時の船が残ってるんです、バイキングっていうのは何者なのか分かります、バイキングはもう海賊、やっぱ海賊ですよね、海賊が顔を利かせていた、って男ばっかですか、女性、どうなんでしょうね、女海賊、男勝りの、でも船ですから女性も入れてるかもしれないですよね、長旅とかな、イメージとしては男ばっかりですよ ね、 そうですね、じゃあ女性はどうしてたんだろうっていうのも気になったりすごく、うん、その当時、まあ、そこで、うん、まあ、悪事をして、悪事っていうね、まあ、結構いいじゃない、ね、それで稼いで港に帰ってきてたんですよね、いい話ではないですよね、決してバイキングは顔を聞かせる、その土地だから、そこら辺の文化とその人たちの生活、その当時の生活、それも1000年近く、800年、1000年前の話みたいなんですけど、バイキング最近だとディズニー映画を私家でしょっちゅう見させられてるんですけど、あのバイキングっぽいのはラプンツェル、あの髪の長いラプンツェルの周辺にあの バイキングっぽい荒くれ者が集まって、でもラプンツェルがあのみんな仲間にしちゃってっていう、そういう話なんですけれど、荒くれ者だけど本当はいいやつっていう、そういうディズニー的に、鼻のひん曲がりそうな、またこの男たちの匂いはみたいな、でもそれも想像できるような、うん、ちょっとノルウェー情報をいろいろいただきたくてですね、あのまあだからアカルヤリエッタ、本当に人の良い善良なグリークさんの心の中にちょこちょことこういう闇というか、闇白夜もね経験するんですかね、オスロ、オスロとかだと白夜にはならないんですかね、そうですね、うん、でももうギリ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 でもそれを感じれますよね、ですか、はい、もうね、やっぱだいぶ上ですもんね、あのそうなんです、ドイツが北海道と同じっていう感じなので、うん、日本で白夜はありえないので、そこからポコッとだいぶ上に行きますもんね、だから日本ではありえない、ありえない北緯ということらしいんですけれど、ですね、ちょこちょこ、あるねということです。さて最後にアリエッタの今日一曲で待ちましょう、あの形式についてちょっと考えていただきたくてですね、です今まで3段
リアントなんていう書き方を書いたんですけど、2段目3小節目ですね。違いますけどね、一番今右下に見える小節は下の低い音がありますけど、冒頭っていうのはそういう音は出して始まっている、この差はありますけれど、あります。ただもう一回戻ってくるわけです。というわけで非常に昨日、悩みました。相当もうちょっと ABC もいろいろもう考え中で途中でになっちゃってるけど、1段目がもう消えちゃった。1段目はまあ大文字 A とか来たかったんですけれど、2段目に大文字 B とか書いて、3段目に大文字 C なんて書いてみて、でもこれで ABC がもう全部で揃って、でまた ABC なのかなとか、でも大文字で書くにはたった4小節で大きな部分が動いていくっていうのはなんか気持ち悪いので、だから結果としてはこういうふうに私はまとめてみたのかな。 A があって、その中に括弧小文字で ABC があるよっていう、そしたらもうすぐに A の2回目が来るよ、でその時にもまた小文字の ABC だよ、で最後にまあおしまいを予感させるので、これはこうだこうだ、おしまいの1小節って今でも括弧で A の3回目、冒頭 と同じような音がしているので、別に A が2回でもおしまい1小節すっごいちっちゃいです。ちっちゃすぎて解析が困難でしたけれど、この曲はまあそんなわけでスーパーシンプル、あのシンプルイズベストというのかな、アリエッタ、この曲名について今日まで言ってなかったですけど、アリエッタというと思い浮かぶことはありますか、この言葉を聞いて。アリエッタという何か思い出す曲はありませんか。ブリーグ以前、もう一人影響を受けている人がいるんです。このグリフがメンデルスゾーンの影響っていうのはお話ししましたけれど、この2冊の影響を受けていて、右側がリーダーのことだから無言か、左側にアリエッタって書いてあるのが見えますか。ちょっと何とも不思議な楽譜に見えるかもしれませんけど、これですね。Thank you.
オーパス111という1が3つ並んでいるという作品番号からしてなんかちょっと意味ありげな111ので、その修学賞、これは1学賞、2学賞なんですけど、これでおしまいなんです。もういよいよ、ね、もう最後に死ぬ気満々言っちゃう、死ぬ気満々あんまりにです。もうそのつもりで書いたとしか思えない曲なわけです。もう向こうの世界に、これは超名曲なわけで、これにあり得たというのがついちゃうわけです。音楽史上初めてじゃないでしょうけど、私が知る限りこれが初めてあり得た。ピアノ曲で他にあり得たあまり、心当たりないですし、アダージエッタっていうのを書いた人がいるんですよね、昔、その後に。合ってますっけ、アダージエッタ。マーラーですよね。アダージュをアダージエッタにしたんでしょうけれど、それも不思議な、交響曲の、すごくハープと弦楽器だけの、天国的なまた曲があって、それもアダージエッタ。これはアリエッタ。アリアをちっちゃくしてアリエッタっていうふうにしてるんでしょうけれど、ちょっとした小歌ってなもんですか。アリアが歌だとしたらアリエッタっていうのは、まあ、きっとちっちゃくしてる言葉だと私は思うんですけれど、あるいは可愛くしてる言葉か、ごめんなさい、ちょっと今どっちか分からなくなっちゃったけど、いずれにしろです。で、それをグリックさんはアリエッタと、この1の曲目に、要するにベートーベンの影響と、それからこのもう音としてはメンデルスゾンの影響と、やっぱり先人の影響をなくしてこの曲集はなかった、ベートーベンもいなければできなかったしというのがここから読み取れたわけなんですけれど、というわけで非常にシンプルな、これは他の曲でもこれからどんどん形式を、これグリーク勉強しながら形式感っていうのかな、それを養うのにすごく大事かなという、そういうチャンスかなという。そうでないと繰り返しばっかりでつまんなくなっちゃうんです、下手すると。また同じこと言って、またってぐらいになると、なんかどこ行ってるか分かんなくなる。悲しいお話です、涙が出て溢れてきてくるのですみたいな、あ、続かないその先あ、続
と、ですね。またこう、はもう言わないで、まあなんと言いますか、どんな素敵っちゃ素敵なんですけれど、いつまでもループせずに、このループがこの曲集66曲の全部最後のループとこう意味がそこにもつながるというふうに読めなくもないですね。この曲集1番と66番が大きな全部でこのつながり輪っかになるというふうに設計されているのは、このちっちゃい部分、この1曲目のこの最後の音とこの冒頭の音っていうのがいつまでもリピートを繰り返しできるような、そういうそういうグリフの中での輪廻転生あの輪っかというものがこの人の頭の中には、20代の頃書いている曲ですのでね、27歳こういう大事な大事な一曲目。じゃあ二十何歳の時これ書いた時に、自分が死ぬ前にこれを結ぶ曲をまた最後に書くってことを二十何歳の時この人は考えていたのかどうか、考えたのかな、きっと20歳で自分の最後で、本当に最後、だいぶ1907年に亡くなるそうで、そのギリギリ、何年でしたっけ、1901年か、この第10週っていうのは、その後6年まだ生きてるみたいですけれど、6年か、でも10週を書いて、その頃にはもうだいぶ病気がちょっと話があったんですけど、そうですね、すみません、本当にありえた一曲で終わっちゃいましたけれど、細かな解析とそれともう、まあ、大事な大事な一曲目に今日まるまる2時間費やしてしまいましたけど、その価値はあったかなと願いたい次第で、もっと準備ちゃんとしてやっていきたいと思いますが、今日はこれにて、よいしょ、はい、また広島に戻って